最後の修行じゃ。錦織と大阪よ、限界を超えるがいい。これで100ゲーム目か。二人ともさすがにもう。いや、思い出せあの修行を。あれは天衣無縫の極み。いや、髪が伸びてる。割れた。これは日々の努力の積み重ねで到達する境地、日進月歩の極み。でも動きが遅いな。いや、あれは早すぎて遅く見えるだけだ。大阪選手の目つきが、体もどんどん大きく。これが女王のオーラか。でかくなりすぎだろう。あ、縮んでちょっと戻った。オーラを調整しているのか。ナオミチャンピオンの威力、恐るべし。勝ったよね。ああ、もちろん。ノリナ、ハングリートゥーウィン、日清。